喫茶店の話。師匠の部屋のドアを開けるなり、俺は言った。いました。いました。いたんですよ。師匠は寝起きのような顔で床に広げた新聞を読んでいたが、めんどくさそうに視線を上げる。まあ落ち着けよ。何がいたんだ？その前にドア閉めて。寒い。急いできたので、体が温まっている今の俺には感じないが、今日はかなり冷え込んでいるらしい。いたんですよ。靴を脱いでドアを閉めた俺は、師匠の前に滑り込むように座った。何が？愛想の悪いウェイトレスが。へえ、そう。師匠はまた目を落として新聞紙を一枚めくる。俺は目の前の人間がどうしてこんなに落ち着いていられるのかわからず、苛立ちが足から頭まで駆け巡るのを抑えられなかった。へえ、そうって、そんな冷静なふりをしても無駄ですよ。後から考えるとかなり無茶なことを言っていたが、伝えたつもりの情報と相手に伝わった情報の格差のことを考えるゆとりがなかったのも事実だ。京介さんのバイト先を見つけたんですよ。何？師匠が顔を突き出す。そして、どこだ？と言いながら新聞を畳む。だから喫茶店ですよ。ウェイトレスを。説明も半ばで、師匠はすごい勢いで立ち上がって、その場でぐるぐると歩き回り始めた。喫茶店って言ったね。どこだ？入ったのか？俺は、ついさっき会ったことを説明する。うまいという評判のラーメン屋を探して街中を歩いているとき、通りかかった喫茶店の前で、京介さんらしき人を見つけたのだ。思わず身を隠して、そちらを伺っていると、店の入り口のそばに置いてある観葉植物に水をやっているところだった。それも普段見たことのないスカート姿に白いエプロンをしている。フリーターをしている京介さんのバイト先は二つあるらしいのだが、そのどちらも教えてはくれなかった。知ったからといって別に嫌がらせをしに行くわけでもなし、なぜ教えてくれないのかわからなかったが、ずっと気になっていたんだ。その現場をついに抑えてしまったのだ。俺はドキドキしながら、電信柱の陰から様子を見ていると、出入り口のドアが開いて、中から客らしき中年の男性が出てきた。男性は、外でジョーロを持っている京介さんに片手を挙げて声をかけた。京介さんはほんのわずか、そうと言われないとわからない程度に頭を下げ、ぼそりと返事をする。男性は苦笑するような表情を浮かべて去っていった。やがて京介さんが店の中に消えると、俺はとんでもない秘密を見つけてしまったような気がして、流行る気持ちを抑えきれず、師匠の家まで飛んできたのだった。そんなことを身振り手振りで説明すると、師匠は目を輝かせていった。僕は子供の頃から、
こう言われて育ったんだ。どんなことでも一生懸命やりなさい。人の嫌がるようなことを進んでやりなさいってね。そこで言葉を切り、迷いのない爽やかな笑顔を浮かべる。行くぞ、嫌がらせをしに。これか。俺はその瞬間に全てが分かってしまった。師匠は急に跳ね上がった異様なテンションのまま部屋の中を這いずり始めた。何をしているのかと見ている俺の前で座布団をめくったり、部屋の隅の古新聞の束をどかしたりとせわしなく動いている。そして台所に置いてあった紙でできた家を取り上げて覗き込み、吐き捨てるようにこう言った。こんな時に限っていないなんて。俺はそれを聞いて尻の座りが悪くなった。畳を叩いて悔しがっていた師匠だが、外から雨音が聞こえ始めたのをきっかけに、何事か悪巧みを練るような顔をしていたかと思うと、押し入れに首を突っ込んだ。俺は窓辺に立って、傘持ってきてないよ、とつぶやく。けれど、せっかく水をやったのに、京介さんも間が悪いな、と思うと、少し微笑ましかった。どうだ？まだ降りそうか？師匠が押し入れから何か決体なものを取り出してきて、そう言う。さあ、多分。ふんとうなずくと、それを身につけ始める。藁でできているそれは、蓑だ。それに傘。いつの時代の人かと思うような、奇怪な格好だ。いいかい？僕はその店に入るなり、これを脱ぐ。それで、びしょびしょのこれをかける場所を、店内に探す。そしたらやっこさんが、困りますお客様ってやってくるから、お前は、この店は雨具をかける場所もないのかって、どうなるんだぞ。嫌です。そうか。では、一人で演じるとしよう。テキパキと、見逃さを身につけ終わった師匠は、踊り出さんばかりの足取りで、ドアへと向かう。ああ、僕の傘使っていいからね。俺はこの人を止めるべきなのか、それとも一緒に楽しむべきなのか、その判断に迷いながら部屋を出た。その店は繁華街から少し離れた場所にあった。薄い汚れた雑居ビルが立ち並ぶ一角で、雨の中にあるとその周囲はすべて灰色のモノトーンに包まれているようだった。空は一層暗くなり、雨はまだ降り続きそうな気配だ。俺は傘を持っていない方の手で、その三階建てのビルを指さす。後ろに立っている人物がうなずく。蓑と傘の風変わりないでたちに、通りがかった人が遠慮がちな視線を向けてくる。どうぞ見てください。それではっきり言ってやってください。おかしいぞって。雨足が強くなった。ズボンの足元が濡れてきて、嫌な感触が広がり始める。何でもいいから、早く入ろうと
足を早めたとき、隣の師匠がハッとしたように動きを止めた。喫茶店はもう目と鼻の先だ。どうしたんだろうと師匠を伺うと、その顔つきが変わっている。上ずったような熱気が急に冷めたようだ。どうしたんですか？そう問いかけるのもためらわれるような変化だった。師匠は喫茶店の店構えを見つめて、それからビル全体を眺める。俺もつられて傘をあげた。何の変哲もない雑居ビルだ。喫茶店の名前はボストンという名前らしく、入り口にそんな看板があった。すりガラスがはまっている窓からは中の様子は伺えない。小さい窓はあったけど、内側に帆船の模型のようなものが飾ってあって、同じく中は見えない。ビルの2階の窓には消費者金融の名前が出ている。そして3階には、なんとか調査事務所という控えめな看板がかかっていた。ここなのか？師匠がつぶやくように言った。緩やかな円錐形をした傘の縁から雨が流れ落ちていく。その流れの向こうに深く沈んだような瞳があった。俺は何も言えずに、二人並んで降りしきる雨の中ずっと佇んでいた。まだ聞くことができない重い過去への扉が、その向こうにあるような気がした。